ダンシングブレードパート4。はい、このコーナーもいよいよ最後になってしまいました。桃姫ご一行様から4人目のゲスト、鳥を飾るのはこの方です。こんにちは、奈良橋美希です。なんかもう今日はすごいですね、テンションの高い方ばっかりで。いや、これ寝てる人起きるな。あ、そうですね、起こしてやる。じゃあ寝る前に聞いてください、この CD をね。あ、そうですね。はい、ということで、ゲーム桃天使2ではですね、はい、桃とキジメのデュエットなんかもあったりなんかデュエットですね、叫んでましたね、怒鳴ってましたね。なんかかなり外して歌った記憶があるのですが、私は奈良橋さんの歌を聞いた後に撮ったので、それは外れました。酔っ払ってましたからね、もうほとんど、ね、聞いてない方はですね、ぜひともゲームの方ね、はい、聞いてください、楽しんでください。はい、ということでコレクションカードとそうですね、はい、ここにコレクションカードが並んでるんですが、この中から1枚引いていただいて、やっぱこの家女じゃないですかって、はい、自分のカードをご自分のキジメさんをめくっていただくと、はい、事件、はい、いや、くだらない事件なんですけどね、はい、なんか、はい、テレビとかでこの怖い映画見てたんですよ、はい、そしたら怖い映画の中でいきなり電話が鳴るシーンがありました。まあ、よくあるよね、はい、ありますね。うちの電話も鳴ったんですね。嫌じゃないそれって。だからなんかこっちシーンとして見てるでしょ、で一人だから、うん、そしてディディディンって鳴った瞬間ステレオで鳴るからヒエーとか思って、そして実は鳴って出ると切れちゃうってやつなのね、うん、そこがうちの電話も鳴って、もしもしとか言って切れやんの。やめてくれよって感じで、あららら、もう動揺しちゃってヒエーとか思ったら、はい、もうお茶はこぼすわ物を落とすわで、うん、なんかもうよくギャグ漫画にあるじゃん、ぐちゃ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 ってそのまんまやっちゃって、あと片付けるときもう怒り狂って、でも誰に怒るって自分を怒るしかないから。すごい悲しい事件というか情けない事件でしたね。それはもうね、あたかも狙ったのように、狙ったような、そう、そんなね、別の時にすればいいのに。はい、次のカードいってみましょう。、はい、じゃあやっぱ隣だからサルキチさん、サルキチ冒険、はい、人生最大の冒険は。こんな冒険がしてみたい。あ、私ね、座敷わらしを探す旅ってしてみたい。どうぞ岩手へようこそ。いや、岩手とかじゃなくて、さ、だって大人になるとね、はい、なんかこう本当に冒険らしい冒険とかってできないじゃないですか、はい、そうですね、うん、遠野の昔話のような、そうそう、ちっちゃい頃とかだと、はい、人から見ればただのそれは学校の帰りの寄り道だよっていうのもこっちとしてはね、冒険のつもりでやってるのがあったけど、それがもう今じゃいい年こいてね、そんなことできないから、はい、やっぱこうちょっと変わった何かを探す旅みたいなので、私分かりやすいのが好きなので、座敷わらしを探す旅。日本だったらやっぱ日本人でしたら座敷わらしですよ。なのこっちゃ、そうなんです ね、まあそんなわけで、うん、お時間もまあなんか迫ってきたんですよ、勝手に桃天使外伝を聞いてくださって本当にありがとうございました。最後にね、百花繚乱編の途中、そうですね、うん、流れていた曲をきちんと聞いていただこうかと。そうですね、はい、いうことでこの曲を紹介してお別れしたいと思います。はい、それでは私、奈良橋美希と白鳥ゆりちゃん